はい、それではですね、これから、ニュートリノから重力波へということでお話をさせていただきたいと思います。で、まずここに示したのが私の研究歴なんですけども、1981年に大学院に入りました。先ほど紹介ありましたように東大の小芝研究室に入って、そこで神岡んでの実験に準備段階でしたけど、参加するという、そこから、研究生活が始まり、2020年の今に至っています。で、この、表を見ていただくと分かりますように、神岡んでスーパー神岡んでと、研究を、ニュートリノ研究を中心にやってきて、2008年頃までやってまいりましたけども、その後に、重力波カグラの方に研究をシフトしていきました。今日はこの全体の流れをですね、30分という時間で紹介していきたいというふうに考えています。さて、まず実験場所なんですけども、これ皆さんもご存知かと思いますけども、神岡んで、スーパー神岡んで、そして神楽とも、岐阜県飛騨市の、神岡というところに実験装置があります。で、地図上で示すとこの矢印のところですけど、写真で示すと、こんな感じです。これは1980年代多分前半に撮った写真なんですが、この、山の写真ありますが、これのうち一番右側の山、この下に神岡んで、スーパー神岡んで、そして現在は神楽もあるという、そういうところです。で、見ていただくと、よく見ていただくと分かるんですが、山の中腹に何やら施設があるんですけども、これ鉱山の施設です。つまり私たち実験を開始した時には鉱山の中に神岡んでを作って、実験を開始いたしました。はい、それではですね、まず神岡んでとスーパー神岡んでということで、簡単に研究を紹介していきたいと思います。で、神岡んで、スーパー神岡んで では主にニュートリノ研究をやってきたんですけども、ニュートリノってどういう粒子かということをですね、ご存知の方も多いとは思うんですけども、簡単に紹介していこうと思います。ニュートリノはもちろん素粒子の一種です。で、どういう素粒子かというと、いわば電子から電荷と、質量をほとんど除いたような、そういう粒子です。で、この電子から電荷を除くということが極めて、大きい意味を持っていて、この性質のため、何でも突き抜けていくと、地球くらいは簡単に突き抜けていくような、そういう性質が、出てきます。ただありがたいことに、ごく稀には物質とぶつかってくれますので、その時を逃さずに観測するということで、ニュートリノ研究を我々してまいりました。それからニュートリノには3種類あり、長い間ニュートリノには必要がないというふうに思われてきました。じゃあ、このニュートリノをどういうふうに調べるのかということなんですけども、まず、ともかくニュートリノはですね、それ自身はいくら頑張っても決して見えません。じゃあ、どういうふうにして調べるかというと、ニュートリノがまれに原子核にぶつかると、その時には別な電荷を持った素粒子が飛び出てきます。で、電荷を持った粒子が走るとですね、それを測定する方法を我々いろいろ持っています。で、実際神岡んで、スーパー神岡んでではこの原子核というのは水の、分子の中にある原子核で、つまり粒子は水の中を走るわけですけど、その時には、この粒子が光を発すると。で、光は我々もちろんいろんな方法で検出できますから、光検出器でこの光を捉えてあげることで、ニュートリノ反応の様子を知ることができるという、こういう仕組みになっています。さて、で、
まあ、スーパー神尾関連の話を主にするんですけども、簡単に神尾関連という実験について紹介していきたいと思います。神尾関連はですね、もともとは1970年代に予言、新しい理論によって予言された陽子の崩壊、陽子が、有限の寿命をもって壊れるというのを、確かめようという、そういう実験でした。で、そのために、岐阜県神岡の地下1000メートルに、たくさんの陽子を観測する必要があるので、3000トンの非常にきれいな水を蓄えた検出器を作ったというわけです。で、つまりこの3000トンの中にあるたくさんの陽子のうちどれかがあるとき壊れるのを見つけようというわけでした。残念ながらですね、陽子の寿命は当時の理論が予言したよりも随分長いようで、神岡では陽子の崩壊は見つかりませんでしたし、まあ、実際スーパー神岡でもまだ見つかっていません。 でも一方ですね、この神岡では超新星爆発のニュートリノの観測に世界で初めて成功しましたし、また、太陽から来るニュートリノ、それから宇宙船が地球の大気の中で作るニュートリノ、これらのニュートリノを測定して、どうも理論の予想と合わないということを見つけています。ということで、神尾関連ではどうもニュートリノがものすごく大切そうだということが分かりました。まあ、そういうことで、これらの成果があってスーパー神尾関連になるわけなんですけども、本日はですね、ちょっと、この神尾関連の生みの親であった小芝先生をもう一度紹介させていただきたいと思います。小芝先生、残念ながら、11月の12日にお亡くなりになりました。で、神尾関連を、小芝先生が構想したんですけども、神尾関連の実験がしっかりした成果を残すことを、大切だと思って、前例のない直径50センチの光検出器を開発するという決断を小芝先生はしました。この写真で小芝先生が抱いているのが、小芝先生自身がこういうものを作ろうといった、世界最大の光検出器です。で、実際この光検出器の開発に成功したということが神尾関での成功につながりました。そして1983年に実験開始となったんですけども、初めて見ると陽子の崩壊が、少なくとも頻繁には観測できないということが分かりました。それとともにですね、この開発した光検出器の性能が非常にいいということが分かると、神尾関連を改造して太陽ニュートリノを観測しようということを、実験始まって数ヶ月経ったところで提案されました。で、この提案によって、実験グループとしては、装置の改造を行い、そして、1987年の、2月に超新星爆発のニュートリノの観測をするわけなんですけど、その2ヶ月くらい前に、実験を本格的に再開するということができました。こんな感じで非常に、先を見る目がある、小芝先生でした。残念ながら11月12日にお亡くなりになりました。でも私たちとしては小芝先生のこの先を見る目というのをきちんと受け継いで頑張っていきたいなというふうに思っています。はい、先ほど言ったように、とも神尾関連でニュートリノが面白そうだというわけで、スーパー神尾関連を、これも小芝先生が提案し、そして実際今、スーパー神尾関連が稼働しているわけです。で、ご存知の通り、スーパー神尾関連というのは直径40メートル、高さ40メートルの水槽の中に5万トンの水を蓄えた、大型のニュートリノ装置です。で、この写真はですね、
1991年から96年スーパーカミオカンで建設の期間の、まあ、ほぼ最後に撮った写真なんですけども、まあ、この時ほぼ測定器が出来上がり、測定器の中に、非常にきれいな水を入れている、まあ、その時に撮った写真です。96年の1月頃だったと思います。そして、この年の4月から実験が開始となりました。で、まあ、神岡んでで宇宙船が大気中で作るニュートリノがどうもおかしいということが分かっていたので、実験グループとしてはですね、当初から、このニュートリノの研究に、まあ、相当な力を割いていました。まあ、このようにしてこの絵に示すように宇宙船が大気中に降ってきて大気分子の原子核とぶつかると、まあ、多くの場合パイ中間子という粒子が出て、これがすぐに壊れて別な粒子になっていくわけですけど、その途中でニュートリノが生まれるというわけです。で、このニュートリノをスーパーカミオカンデで毎日10例ぐらい観測できるんですが、そのニュートリノをしっかり解析して1988年の6月に、このスライドの左側に示すようなデータを得ることができました。これミューニュートリノについて、ニュートリノの北向きを、コサインシータイコール1というのは下向き、マイナス1というのは上向き、つまり地球の反対側から来たニュートリノですね。で、0は横から来たニュートリノです。ということで、方向ごとにニュートリノがどのくらい来ているかというのを、データと予想値で比べたものです。すると、まあ、これ見るとすぐ分かりますように、下向きのニュートリノ、つまり私たちの頭の上、10キロとか20キロで作られて、まあ、10キロ、20キロで飛んでくるニュートリノは、だいたい予想値とデータが合ってるけども、地球の反対側、まあ、典型的に1万キロぐらい飛んでくるニュートリノは、予想値と比べるとデータはだいたい半分だというわけです。で、これは右側の絵に示したように、長い距離飛んでる間にニュートリノ振動によって、ミューニュートリノがタウニュートリノになったり、ミューニュートリノに戻ったりということで、そういうことで飛んでくるから、まあ、半分になってんだというわけです。まあ、このようにして、ニュートリノ振動が1998年に発見されました。で、その後もですね、今日はもう時間がありませんので詳しくは述べませんけども、ニュートリノ研究はどんどん発達してまして、で現在ではですね、ニュートリノが、まあ、宇宙の物質の起源になってんだろうかと、まあ、宇宙の物質の起源に関わってんだろうかということを確かめようということで、次世代のニュートリノ研究が始まろうとしています。これは東海村にある J パークという加速器でニュートリノと一方では反ニュートリノを作り、それを約 300km 離れたところに新たにハイパーカミオカンデという装置を、建設して、そこで観測しようというこういう計画です。で、このハイパーカミオカンデっていうのは、まあ、体積がだいたいスーパーカミオカンデより10倍大きく、まあ、より高性能な測定器です。で、この装置で、まあ、ニュートリノのニュートリノ振動と反ニュートリノのニュートリノ振動に違いがあるかどうかを調べて、宇宙の物質の起源の問題に挑もうということを考えています。で、今年実験装置の建設が開始となり、2027年頃実験開始の予定です。まあ、ただ私自身としてはですね、近頃は、むしろ重力波天文学を、まあ、目指して CAGRA のプロジェクトに参加しています。で、タイトルが、まあ、ニュートリノから重力波へということなんで、ちょっとそこら辺のことをですね、この1枚でお話ししたいと思います。私2008年の4月に宇宙船研究所の所長となりました。
で、まあ、それまではまあ本当に研究をやってたんですけども、まあ、所長となったので、まあ、今までのように研究だけをやってるということは不可能になりました。でそれとともに、まあ、今までやってきたあの、宇宙船が大気中で作るニュートリノの研究、これ20年以上もやってきて、まあ、ニュートリノ研究も自分としては一段落ついたという、そういう、まあ、個人的な思いがありまして、何か新しいことをやりたいというふうに思うようになっていました。でこの頃あの宇宙船研究所ではですね、重力波のプロジェクトが、ニュートリノに続く研究所の最重要課題と、されていました。またあのもちろん個人的にも重力波のサイエンスの重要性は、大いに興味を持っておりましたので、ということで、まあ、この機会にということであの重力波プロジェクトカグラに参加させてもらうということにいたしました。まあ、このようにして失礼、2008年から2010年の頃に、ニュートリノから重力波に、まあ、方向転換をしたというわけです。であのここに示す図はですね、飛騨神岡の、山の中に実験装置がどういうふうに配置されているかというのを示した絵なんですが、あのスーパー神岡でがある山、同じ山の中に、神楽のレーザー干渉計が、設置されています。であのこのプロジェクトはですね、2010年に、開始となりました。であのプロジェクト開始の時にはもちろんトンネルも何もない、そういう状況からスタートしたんですけども、この写真に示すように、プロジェクト開始から、まあ、ほぼ4年半経った2015年2月3月の頃には、もちろんトンネルは掘られて、そこに片腕3キロメートルの真空パイプの設置、そしてまあリークがないということの試験があの終了いたしました。で、あの神楽というのは、すいません、今日はですね、重力波についてはあのワイス先生が、細かいこと、あの細かいというかいろいろと教えてくれると思うので、私は本当にこのプロジェクトがどういう感じなのかということのみをお話ししたいと思います。それであのこのカグラというのは、世界的に見ても、ユニークな装置でして、それは一つは地下に設置して、あの地面振動が小さい、そういういい条件の下で実験をできると。それからもう一つはですね、一番重要な鏡4枚について、これをマイナス253度、20ケルビンに冷やして使うという、そういうことを考えている装置です。なぜ20ケルビンまで冷やすかというと、あの鏡はもちろん物質なので熱運動をしてますけども、そうすると鏡の表面がわずかにこう揺らぐわけですね。そうするとそれは、その揺らぎは、重力波の観測の、まあ、雑音になるというわけで、まあ、なるべくその揺らぎを減らしたいというわけで、鏡を極低温に冷やすという、そういうことをやっています。そのために我々は、鏡その材料にも、気を配り、極低温で一番性能が良く、かつ、まあ、極低温にできるサファイアを使っています。で左側にある写真のがあのサファイアの鏡の1枚なんですけど、直径22センチ、厚さ15センチ、重さ23キロの鏡です。で、これがあの右側の写真にあるように、地下にある神楽の真空容器の中に、現在は設置されています。この写真は2017年11月の30日に最初の1枚目の鏡を設置し終えたときに、まあ、撮った記念写真ですが、まあ、あのこのくらいのたくさんの人たちが、鏡1枚をあの、まあ、きちんと防振装置を通して極低温で鏡が冷えるように設置するのに、まあ、
関わっているというそういう写真です。そしてこの神楽という、実験グループについても簡単に紹介したいんですけども、神楽は東アジアを中心とした国際共同実験で、大体400人が参加しています。でこの写真はですね、昨年の8月に撮った写真なんですけども、この時富山大学で国際共同研究グループのミーティング中でした。でその時に撮った写真です。このように国際共同で我々は、神楽のプロジェクトを遂行しています。でこれは実験室の、写真の1枚なんですけども、これが中央実験室です。この写真の、ところが、まさにこの写真で真ん中に写っている真空タンクの中に、ビームスプリッターというレーザーの光を半分反射し半分を透過するそういう鏡が入っていて、そこを通過したあるいは反射した光が 3km の腕に行くというものです。で、こういう形でですね、ついに、昨年建設が終わり、そして今年の春に観測を開始しました。でその後なんですけども、皆さんこの写真はもう何回も何百万回を見てると思います。はい、なんとなく分かる通り、コロナウイルスの感染蔓延による、緊急事態宣言で誰も現地上岡に来れなくなりました。ということで現場の人間で頑張っていたんですけども、現場の限られた人間だけで24時間運転を長期に続けるということにはもう限界があるというので、2週間観測をしたところで観測をやめました。で現在はですね、コロナ感染症が、収まって、願わくば収まって、その時に、次の観測をやりたいというふうに、考えています。でこれが世界のレーザー干渉計 の地図なんですけども、アメリカに2台 LIGO という装置があり、これについては、ワイス先生がお話しされると思います。それとともにイタリアにビルゴという装置があり、そしてこの2つから大きく離れた日本に、神楽があるというわけです。でさらに、2020年代の後半には、インドにライゴの装置の3代目となるレーザー干渉計が設置されるということが予定されています。でポイントはですね、神楽がヨーロッパのヴィルゴやアメリカンライゴから遠く離れているということが、これ結構重要です。で今後ですね、神楽、ライゴ、ヴィルゴで共同観測をやっていくんですけども、で共同観測をしたときに神楽が大きく離れているということが重要で、重力波はもちろん光のスピードで到達しますが、したがって、その到達時刻がどうなっているかというのをこの3つのデータで比べることによって、重力波がどこから来たかということが分かるというわけです。で実際神楽が入ることで非常に重力波の到来方向の決定精度が上がるということで期待されています。で我々神楽もですね、今2022年の国際共同観測を目指して、さらに装置 の改良等に、今入っているところです。そして最後になってしまいましたけども、重力波で調べる宇宙の謎ということで、これらの装置でどういうところから来る重力波を調べようということを考えているかということをですね、ここにまとめました。左から中性子星連星の合体とありますが、
2つの中性子星の連星、まあ、これが合体することがあると。で、面白いことにこの時に金とかプラチナなどの重い元素が作られたんだろうということが考えられていて、まあ、実際2017年の観測データではそれが強く強い証拠となってすでに報告されています。これらについてさらに観測を増やして、宇宙の重元素がどういうふうに作られたのかをしっかり調べていきたいと。さらに真ん中ではブラックホール連星の合体ですけども、まあ、これらを測ることで、まあ宇宙始まってからですね、できれば、ブラックホール連星の合体っていうのは、どういうふうな頻度で、宇宙年齢とともに起こってきたのかを見てみたい。それからさらに観測されたブラックホール、意外と重かったんですけど、そういうブラックホールは一体どういうふうに作られたんだろうというのを理解していきたい。そして最後はですね、超新星爆発ですが、まあ、重い星の一生の最後の大爆発ですが、この最後の大爆発の様子を、きちんと理解したいというふうに考えています。まあ、これらが、当面の間、重力波で、狙うべき天文学となるかなと思っています。そして今日は最初はニュートリノのことをお話しして、途中から重力波になりましたけども、実はニュートリノと重力波、ここでもこのニュートリノと重力波も協力して観測するということが、すごく重要で、これらの装置で、超新星の爆発を観測することができればですね、まあ、まさに、超新星爆発の謎と、あるいは宇宙の元素の起源のことをしっかりと理解できるようになるだろうというふうに考えています。はい、まとめます。神岡でとスーパー神岡での長年の研究から、ニュートリノが小さい質量を持つということが分かりました。そしてニュートリノの小さい質量っていうのは宇宙になぜ我々あるいは物質が存在するのかを教えてくれるかもしれないということで、ニュートリノ研究の今後にも、さらなる期待がかかっています。一方でブラックホールなど光では調べられない宇宙の様子を教えてくれる新しい、重力波の天文学、これが次のワイス先生が話すように、始まりました。で、カグラは今年初めに本格的な観測を実施しましたけども、まあ、コロナのため2週間で中止いたしました。で、今次の観測に向けて頑張っておりますので、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。はい、私からは以上です。